白人以外の議員に国に帰ればいいと攻撃していたアメリカのトランプ大統領は29日黒人運動の指導者を Twitter で批判しましたペテン氏や白人と警察官が嫌いなどと書き込んでいますトランプ大統領に名指しされたのは長年黒人の公民権運動に取り組んできたアル・シャープトン氏です トランプ大統領について、シャープトン氏は次のように話しています。